はい、毎日学習科の林です。よろしくお願いします。今日は、早稲田大学の社会科学部の全国推薦では、浪人や再受験は認められるのかっていうところのお話を、していければなと思います。よろしくお願いします。で、結論から言うと、早稲田大学の社会科学部のその全国推薦に関して言うと、早稲田の人間科学部のファクト入試とかと同じで、浪人生、一度までだったら、受けることができるっていう形です。で、これは例えば、上智大学の公募とか、あと、慶応の文学部の受賞簿とか、浪人生の受験って認められないので、それを考えると、そうじゃない形になってるっていうのはすごいいいことかなと思います。まあ、いわゆるその浪人とかっていうのをどういうふうに捉えるかってことですけど、まあ、一つのギャップイヤーですよね。で、その18歳の時に大学にこうスッと入る必要っていうのは、必ずしもないのかなっていうところもあって、大学ってやっぱりその社会人誰誰であれ入りたいと思った瞬間に入れるっていうことが、これがやっぱりすごい大事ですし、必要ですよね。で、そういうことをどういうふうな形でやっていくかっていうふうなところは、非常にこう考えてこれからやっていく必要があるかなと思いますんで、ちょっとそういうところをその一通りこう考えながらこう、まあどん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 やっていくっていうのが、それがまあ話としてはすごい重要なのかなと思っていて、そういうふうな形でですね、やっていくっていうのが、ものすごいこれから必要な部分かなと思います。で、そういうのを本当にこう気をつけてやっていくっていうところが、すごく大事だと思いますんで、改めてそういうところに関してはぜひやってみていただければなというところです。っていうのがまず一つですかね。あとは、そうだな、こう、浪人っていうところとか、再受験っていうところに関して言うと、とはいえやっぱり、その浪人されてる方って、その、なんて言うんだろう、受験に対してのこう認識っていうのが、やっぱり現役で合格された方と比べると、甘かったりとか、なんかこう、妥協してしまったりとか、勉強がこう、サボりがちになっちゃったりするみたいなこともすごくあるので、なんかそういったところに関しては、自分がそういうふうな形になってないのかどうかっていうのはちゃんと見て、反省をして、それでこう自分がそういうふうなこうサボり癖、妥協癖、そういったものがないかどうかっていうのをしっかり見ながら判断していくっていうのは、やっぱりものすごい大事なことだと思いますので、なんていうでしょう、まあ、浪人生でも受けれるからって安心して、まあ、例えば一般入試の勉強投げちゃうとか、そういうふうなことはあまりしないでほしいなと。まあ、もちろんこれ、浪人生でも受けれる AO っていうと、他にも SAC の AO とかそういうのがあって、そういうふうになると、やっぱり SAC の AO をやって、ファクトをやって、その後、まあ、早稲田のその社学やってっていうふうな形になると、まあ、特にファクトなんかもそうなんですけど、ものすごいめんどくさいので、まあ、SAC の AO もものすごいめんどくさいですし、っていうふうに考えると、なかなかこう、その一般的な浪人生みたいに、本当に大学受験の勉強に集中して、もう一発本番でやるんだっていうふうな体制になかなかなりにくいっていうのも多分事実あると思うんですけれども、ただ、そこに関しては、なんて言うんだろう、とはいえっていうところはあると思うので、まあ、とはいえ、こう、その、しっかりね、こう、合格できるようにやっぱやっていくっていうところが、すごく大事だと思いますんで、なかなか大変だと思うんですけど、しっかり考えてやっていってほしいなっていうふうには思ってます。今言ったところですね、非常に大事だと思いますんで、引き続きぜひ頑張ってやってみてください。よろしくお願いします。